はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。はい、では続きをやってまいりましょう。33万対177万その差は140？ え？ 140？ すごい詰めてません？よく見たら145万ぐらいですか。うーわ、これもう底打った感ありますね。我々もだんだんですね、曹操の多分部隊数や兵数がですね、緩やかになってる気がするんですよね。あとバッツリ切れるポイント多くできたんで、もうこの南海のようにですね、兵数が結構蓄えられてる。ここら辺もそうですね。ちょっと兼業だけ忙しいですけどね、なんだかんだやってますんで。あとこっちですね、覇食も輸送しながらですけども、だんだん旗色はね良くなってきてる。もう生徒なんか優勢ですからね。これジャバジャバ増えますよ、これ兵士数。さてさて、今回あたりいよいよ反撃ののろし上げることができるのかできないのか考えただけでワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやってまいりましょう。さて早速進めてまいりましょう。牛車港のところですね、ここ力押しで来られております。よし、うまくスイッチした、いいぞ、ナイススイッチ。リクソンは生きていける。ん、甲冑、甲冑こっちじゃないですよね。甲冑死亡、これはちょっと助かっちゃった。っていうかこっちあれですね、張飛とか関羽とか持ってますね。そろそろ劉備もってところ。さてスイッチしました後の牛車港ですね、ボッコボコにできるのか。シャマカを捕らえて戻ってまいりました。シャマカの忠誠は95。トイヤ、おいおい、冗談きついぜ。ならば初段だ。どじったか、どじったか。ちょっとちょっとつはね、使いづらいものがあります。お、バブー、これなんて読むの。楽装力、何が上がるの。お、敵全能力ダウン、いいじゃん。士気もダウン、めちゃめちゃいい。マジか、でも大して下がってないな。全能力ダウンはかかってるけど。あとしばしですね、いいですね。吸収かける、たまらねえ。投石台壊れそうだけど大丈夫かな。一方生徒ですね、もうこれは完全な殺し魔となってしまいました。個室撃破、次は順位行くか。どんどん死にに来るね。お、ちょっと右に来るかな。あれはリクソンが戻って捕らえたのは格好派、忠誠は90。太陽、うわー、かわいそうに。確保派初段、ここまでとダメだ。優秀な者ほど私たちは初段する。これは出た、連携で出た審査希望。おお、さすがにワンパワーないか、2万ですからね。でなんか右往左往してますね、バガンが。どう来るか、まっすぐ来るか。なんでしょうねこのシステムで。右岸とさらに曹操を悪くしていく。2万の順位区一ターンで解ける、すごい。これは完全に殺し魔ですね、このクロスファイヤー。完璧ですわ。あと蝶の兵数ですね、ここちょっと気をつければいいかな。でもこれぐらいの方がいいのかな、だからこっち来るかもしれないですね。次に来るのはバガンですね。うわ、速攻だ、速攻でバガンも撃破。結構ここら辺ですね、負傷兵持ってるんで、ヒーで2000、超運で4000ぐらいですね。これは一旦戻らないといけないですね。増えてますね生徒も。でこのリゲンとかね、この負に届かないはずのあの移動距離だったんですけど、これ届きますよね。これちょいちょい、なんでねこういうことが起きるんだろうと。僕はね当てにならないわけですよ、あれが。非常に困る。さて任賀をまた取って、またやってきてますね。これは行きましたね、包囲戦では。いや危なかった、多分逆に取られてるとこじゃないですかこれ、やられたら。さて平坦切れはリゲンと半林、
王様ですね。こちらに攻めてきて、なんだかこっち行っちゃいましたからね。平坦切っております。そして女皇がまた来ちゃった。これで満潮がですね、平坦切り察知して動かないですね。ここまあ投石が動かなきゃ動かないでいいんですけど、ずっとそうやっててくれれば私たち攻められないわけですから。趙雲が連れてきたのは王朝中世88トイヨ。劉備殿に心中したとあっては、そうですか初段、もう片っ端から切りますよ。もう片っ端から来ないやつは切る。さてさてどうなるでしょうか。お、ここの歩取るんだ。取ってあらん、あっちに進む。でここ取るリンガですね。いつもてか動けるとは思わなかった。お、どういうこと。ああ、そうか、地域怪獣やったからか。やば、消耗したくなかったのにちょっとミスってこうなっちゃうというね。やっぱ兵は出さない方がいいですかね。ミスった時にこうなっちゃうから。で南城取りまして、手前の用心切れてますね。ただなんか花公園がこっち寄ってくるんだけど、届かない予定だったけどな。また予定が違うぞこれ。これ届くんでしょ、届くからこっち来るんでしょこれ。え、達成いたしました。相互取りました。これで次はリンが取れば OK。 え、届いちゃうの。ほら届いちゃうじゃん。いや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 、ちゃんとマスも数えてんのに。ご報告いたします。いや表示よりね一歩ぐらい多いんですよね。どうなってんだろう。で用心は迎え撃って出しましょう。いや出さない方がいいか。花公園がね来ちゃうんですよね多分ね。で後ろでこれ切れるかっちゅうところですね。はい、これ両強は絶対捕まるんだよな。これ一正明って絶対勝てないんだよね。やるとしましょう。一方剣業、あ、また健やかになりましたね。健やかに燃やしております。これ極炎ですね。極炎食らっておりますね。もう助からない。でなんかやけくそに戦費がこっち渡ってきますよ。やけくそもええとこ。いやあれかな、スピードで荒らして帰るのかな、こっちから回って。ありえる。あと巨長こちらですね。ここは周隊とこの陸院ですね。ちょっと周隊が戻る間埋めてました。ここスイッチでやりましょう。あとはここがちょっとやばそうですね。多分ねここら辺取られると包囲占領なるんじゃないかな。ならないか、マークついてないからならないか。お、面築8000、ちょっとこれは溢れて出てくるかもしれない。バガン右か左か、右から行くか。どうなってんだこれは。誰を捕まえたって、王兵。いや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 、王兵といえど私たちはね返すわけにはいかないし、処断する用意だってあるんだ。うわこれまずいぞ、この着方散らしてきた。しかし新参希望で早く各所をやるんだ。リンが割る、また平坦切れるというところ。ここなんで包囲占領になるんだろう。包囲占領のマークないのになんで行くんだろう。ここなんでだろうな。なかったですよね今。ご報告いたします。いや不思議でしょうがないんだよな。どう動いてきますか。これは左右来そうですこれね。こけて統率上がる。おお、諸葛亮も統率上がる。いいですね、育ちます。ここは豪華かましましたね。これでバガン倒せればいいですけども、火の部隊1万4000詰めましたからね、ぜひとも倒してほしい。うん、各所は行きましたね。いい加減捕まえてほしいんだから。左から火火のやってきますね。そして2個強食、義と戦費有効まで下がればね部隊数が減る。うわうわうわ、長江が突っ込んできた。なんだあれ、あれ関係ペ捕まったぞ。え、用心動いたの。
本当かよ。こちらですね、用心。あれ動いて、これ多分引いたんですけどね、こっちに。ひどいな、全然読めないや。しかしここで平坦切りました。ただこれやられちゃいそうですね。だからやられちゃってもね、1000ぐらいならいいから、もう平坦を切りたいというところでございます。ただすぐつなげられちゃう。うん、どうしたらいいんだこれは。まあ、とにかく建安から用心を討伐する部隊を出しましょう。逃げちゃうかな、早いから。おっと、一騎打ちいった。関羽、可否の、いいぞ。これで損害なく兵まで奪っちゃえば。103、58、もう怪我してますね。うわ、これ打ち取りなんてことも。飛ばして、飛ばしたら一番打ち取り率で高い感じしますけど、どうでしょうこれ。ズーン、あー生きてるわ。まあでもこれで重傷でしょうね。チョコ撃破で、可否能もこれ撃破ですね。どう撃破するんだろう。指揮で撃破してほしいところ。まあそれは贅沢か。ちょっと各地見ましょうか。やっぱりもう生徒は硬いですね。こちらがマイナスになることはおそらくない。でここですね、包囲占領。よくわかんない感じでやられちゃうところ。なんでマークつかないんでしょうね。多分ね、もうここ老中を取っちゃいけないんですよ。ここを取るとなんか自由自在に包囲占領なんかやられる気がするんですよね。老中を取るときは指導を攻めるときというふうに誓いましょう。うん。そして直行、平坦が切れておりますが、この強さ、平坦切れとは一体何でしょうか。我々一切触ることができない。で後ろから結構来てますね。これ本気っすね、今回は。武将も強いし。で劉備一旦引いてまた切る準備ですね。もう平坦切りしか対応できません。我々はまともに当たれません。ここもいっぱい来てますけど、ここはいっぱい来てもあんまりね、意味がない気がしますけどね。一旦来させちゃったらここピシャッといけますからね。まあそこを考えられたらね、ちょっと厳しいですけど。でここはまた凛が切ります。でこちら巨長が乗り上げてきたかな。ただ単体で乗り上げたらですね、察知したらこっちで切ればいいですからね。うん、あんまり難しくはない。ん？でここで重しになってた戦費が消えましたね。これいったんじゃないですか。戦費の外交、そうそう、有効に落ちましたね。これで部隊は2部隊結構消えたかもしれないですね。うん、あの速いやつが減っただけでもいいでしょう。さてやっぱり見たいのは生徒ですね。もう生徒がね、勝ってるだけで非常に楽しい。走行撃破、これは誰だ、炎鵬か。うわ、速攻だもんな。さて可否能どうなる。兵数ではない、これ指揮ですね。捕まる、これ捕まるじゃないですか。もう重傷の上に、おっとリンガが切れる。これで3部隊平坦切れだ。可否転生 OK、 よしかわした。今回はご報告いたします。よしよし、もう生徒結構ねここハマってくれるんで、なんでか知らないですけど、なんでここハマるんだろう。うん、あとはこちらリーゲンなんかですね。ここちょっと進んだらやばそうですね。でジョッコ平坦つながる。まあつながってもつながんなくてもね、これ関係ない気がするけども、これね部隊数が多いから結構切るの大変ですよこれ。いやちょっと正念場かもしれないですねこれはね。というところで今回どれくらいの差になりましたでしょうか。36万、3万ぐらい増えましたね。36万対69万、136万差、すごい。200何万差でしたね最初ね。200、200万差ぐらいか。200万差が136万、確実に進んでる、確実。もうぼちぼちいけるんじゃないですか。ゼロになるんじゃないですか。そうそう、もう次回あたり、次回は無理か。
さて、楽しみになってまいりました。今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価いただけますと大変励みになります。よろしくどうぞお願いいたします。